それでは鈴鹿を担当していただけると。勝手を言ってしまい申し訳ありません。これまで担当していただいたこと本当に感謝しています。あなたと夢を追いかけたかったけど、こればかりは仕方がないわね。残念だけど鈴鹿自身が選んだことだもの。私は尊重するわ。鈴鹿の強い気持ちがあれば絶対に大丈夫。必ずシリウスで夢をつかみなさい。はい。よろしくお願いします。わあ、大歓迎だよ。スペちゃんも鈴鹿をずっと気にしてたから嬉しいでしょ。それはそうなんですけど、口に出されると恥ずかしいというか。思うままに。わかりました。見ていたぞ、今日のトレーニング。図書室で走りのイロハを詰め込んだものとは思えない内容だったが。ひどかったでしょ。ペースも何も一切考えないで、ただただ走りたいだけ走って。まったく、自分でひどいと分かっていて楽しそうに話すな。そんな、別に楽しそうに話してなんかないわ。常識を無視した走り。それなのになぜか見たい景色が前よりもはっきりと見える気がするの。私もどういうことか、以前のお前の走りよりも今のむちゃくちゃな走りの方が脅威を感じる。無論それでも負けるつもりはないがな。楽しみにしてるわ、エアグルーヴとのレース。逃げる逃げる、サイレンス。最後まで先頭でいたかったですけど、結果は6着でした。以前よりも勝ちにくい走りではあるはずなのに、目の前に広がる景色がとても綺麗で。景色をつかみ取る私を、それがトレーナーさんの見たい景色なんですね。
ありました。必ずトレーナーさんが見たい景色を見せてみせます。